いや、こうしてみるとシスもスキン多いな。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらの限界超越第一段階シス使ってみようのコーナーということでね、いやシスですわ。まあ昨日の動画見てくれましたか？僕が、限界超越第3段階追加で個人的に当たりだなと思ったキャラクター紹介みたいな動画で、俺はですねシスの第3段階が、まあ、カタログスペック実際に使ってないんでわかんないですけど、実際に見てみたら第3段階シスが一番強いんじゃねって思ったよっていう話をしたんですが、まあちょっと今回はそちらですね、シスを、110レベル110のところで使ってみたいなというふうに思ってます。まああの第3段階のメリット魅力は何かっていうと、サポアビでダメ上限が上がるところだよみたいな話をしたと思うんですけれども、まああのぶっちゃけて言うと第1段階の上限解放でダメ上限 10% つきますから、もうその時点ですごい恩恵を受けてるんですよね。奥義効果が進路アップだっけ、そうだよね、奥義効果によって進路レベルが2上昇するよっていう効果と、あとダメ上限アップっていう恩恵なんですが、このダメ上限アップが、まあ、どれほどいかほどのものなのかっていうのをちょっと今回はお試ししてみたいなと思ってます。うん、で、まあ、今回の比較としては単純に LB なしありでダメ上限の部分の差を見てみようっていうコーナーなんですが、まあ、あの LB としては、あ、違う、装備としてはアーカー社用の編成ですね。僕が今使ってるアーカー社用の編成、まあ、これみんな使ってんじゃないかなって感じなんですが、まあ、アーカー社用の編成、この編成でお試ししてみた後に、まあ、あのダメ上限アップをつけてダメージの差を見てみようっていうようなコーナーです。まあ、ニーヤの1アビとかね、シスの1アビとかを使って敵のことをグーパンしてるんで、シス自身も結構なダメが出てると思うんだよな。まあ、それがダメ上限アップでどれほどの恩恵受けるのか、まあとりあえずちょっとトライアルで試してみようか。まあこのダメージの部分はトライアルで試さないと、アーカー社で試してもいいんだけど、アーカー社で試すとね、あのターンがブレるんだよね。そう、ターンがブレるから、ここはねトライアルが適正です。ちょっとじゃあ行ってみましょう。動きとしては、まあ扇の締めまで行こうか。大体だけどここでデス使うじゃん。でレイの2を使って321シス1、ゾウイ2、2プラトン、まああの渾身型のアーカー社肉集め編成とかもあったんだけど、それちょっと試したけどね、まあ俺よく分かんなかったっす、正直よく分かんなかったんで、まあ結局排水に戻ってきたんですが、まあ、今のダメが110万120万、まあ結構そんぐらい出てくれるんだよな、もう現時点で。これダメ上限アップなし状態ね。これから純粋に 10% 上がるって考えたら熱くねえか。え、これで1ターン目のダメ、1ターン目のダメが6400万ダメですね。6400万ダメージ、はいはい、はい、2プラトンで増威ニアビ小殴り、まあ、敵の行動とかを特に気にせずにこの編成は増威ニアビでポコパン決めるだけで敵のことをパンチできるんでこれ優秀ですね。はい、でここから2ターン目、これまた6000万ぐらいかな、ダメージ的に動き同じなんで6000万ぐらい。そして最後に、まああのあれだよな、バハムート召喚するなりなんなりして奥義をぶちかましていくみたいなことが多いんですが、これで奥義見せればよかったわ喋ればよかった、ボイスオフにしてた。ピピ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 、これの締めかな。これで大体多分敵のこの敵だったら1500万ぐらいは出てんじゃないかな、合計で多分1500万ぐらいは見えてるんじゃないかなと思ってるんですけれども、はい、1.49 億ですね、はい、今現在このダメが 1.49 億、今3800万ってことは純粋にプラス 10% すればいいのか、プラス 10% したら 1.49 か。まああのアーカー社の必要なダメージで 1.43 億かな、そう 1.43 億あれば青箱確定なんだけど、まああのターン進行運によるんだよね、ターン進行運によるけど、この編成であればうまーくいけば今みたいな動きで、まあ、1.49 億ぐらいのダメが出せてます。じゃあちょっとここからねシスのダメ上限アップ入れてみましょうか。ピポピピーン、ピポピピーン、ピポピピーン、ちょっとアビリティのなんか音声聞きたいな、ちょっとスキン変えようか。スキン、これここら辺か、これか、でもこれ変わってなくない？え、これあれだよな、これ4番目のやつだよな、こっちかな、これでこうしてみようか。よし、多分じゃあこれでなんかアビリティのなんか声変わったりするんだよね、この
シス編成した時に、シスじゃねえわ、カトル編成した時に、この暴言は味方を守る暴言だとか言いながら暴言入ってたよ、俺のカトル。確かそんな感じだったよな。この暴言はみんなを守るための暴言なんだ、大丈夫だ、死ねポケカスって言って敵のことを攻撃してた。それは覚えてる。それだけは覚えてる。でここから動きは同じよ、動きは同じよ、ポンポンポン。さあシスの1アビよ、言うこと変わるんか。変わってない気がするでしょ。まあもしかしたらスキンのせいかもしんないけど、スキンがここら辺の SD 変えると発言変わったよね、確か。ちょっとなんか声変わってる。でさっきが6400万だったかな、この時点ダメージが。ピロン、おー上がってますね。6400だったよね。わわ。で増威の2アビ使って、これ2ターン目。あ、もともと110万から120万だったよね。あの国王のを採用してるから3発目のダメージだけ4ダメアップが効いてるんだけど、110万120万だったのが120120130になってますね。これはすごいな。そして奥義とこんな感じだな。さあ見せてくれシスの奥義を。スキップしてるな。奥義率変わるんかな。神髄鬼面アシュラ、鬼面アシュラ、神髄鬼面アシュラ、ピポ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 。扇のダメージも 10% 伸びてんのか、これ熱いですね。でさっきのダメが2000万ちょいぐらいやったかな。ピロン、これで2200万。この動きですね。で今の動きでダメージが、おー、あでもやっぱそうだね、やっぱ 10% 純粋に、まあ減衰出てるから当然なのかもしんないけど、3860万から4000万ぐらいあったかな。うん、なんか4090万ぐらい。ダメが単純に伸びてますね。ちょっとじゃあアーカー社実際にこれ殴りに行ってみようか。よいしょ、行きましょう。動きとしてはこうやって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 こうと、でこうやって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 こうと、手加減なしだ。で2アビよいしょ、殴り。今ので貢献度が6600万。やっぱりトライアルバトル、さすがにこの火力をもってするとトライアルバトルと想定は同じぐらいで特に問題ないですね。いけ2プラトン、決めていくんじゃぞ。これで9000万、 1.3億。あ、ダメ出てるね。ここもともと 1.29 だった気がするわ。貢献度もともと 1.29 ぐらいだった気がするけど、これで 1.51、 かなりゆとりがありますね。 1.43 でいいですよ。143で青箱は確定するラインなんですけど、これが151になってるから、まあ、単身幸運にもよるんですけど、かなりね火力が安定しますね。まあ理想の動きだけで見るのであれば、レイのニアビとか抜いてもいいな、この流れ。多分レイのニアビ抜いても 1.43 ぐらい踏め込みそうな感じがする。ただまあ単進行の運が悪かったりすると、ニーヤの1アビが消えるんだよな。そう、ニーヤの1アビが消えたりとかするんで、まあ、そのあたり考えると、安定取るならキャラクターとかは変わんないだろうけど、ダメージ上限アップのおかげによって、まあ稼ぎやすくなったかなっていうような印象がありますね。はい。でまあもちろんフルオートにも優秀ですから、まあ、これは当然のことなんだけど、フルオートでも激優秀過激団になってるんで、まあシスはすごい強いんじゃないかな。次の古戦場とかでもフルオートでかなり役立つし、もうさらに上限解放したら、あれか、新郎6中に2アビ使うと2回行動みたいなのもあったよね。なんかそういう行動回数増加とかもあって、シスはまあ、外せないキャラに次の古戦場までにはなってそうだな、なんていう風に思いました。ということで今回はね、手動ですよ、シスの手動で使ってみるよ、アーカー社編成で採用してみたシスの結果なんですけれども、かなり安定しましたね。ダメージが足りないよ、まあ今見せられなかったんだけど、ニーヤの1アビがなくなっちゃいました。2ターン目にニーヤの1アビがないですよって状態で殴ると、どうしてもアビリティポチ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 って押してギリギリ143みたいな感じになってたんだよね。うん、
そのあたり考えるとゆとりができたのは大変いいことだなんていうふうに思います。まあ今俺方天画劇つけてるけど、方天画劇なしでも143とか踏めそうになってるから、まあかなりいいんじゃないでしょうか。嬉しいんじゃないでしょうか。そんな感じですね。はい、ということで、限界超越指数を触ってみた感想ですが、まあかなりね強かったんで、まあ1段階目はしたいな、限界超越そんな感じです。素材にゆとりがあればぜひ。そんな感じでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。